日向市の駅前にオープンしたカフェブラスコっていうところからユーストリーム配信を行ってます。東駅からですね、歩いて徒歩2分、西の方に行ったところにある安西ビルってあるんですけど、そこの1階にですねカフェが最近オープンしました。夜はバーをやってて、昼はですね古着も扱っております。アクセサリーとかですね。で、今日はそこに来てちょっと配信をしてみたんですけど、ここは無線 LAN カフェっていうのがありまして、それでパソコン、ノートパソコンとか、携帯とか持ってくれば Wi-Fi 接続できます。そして、電源がありますのでノートパソコンの充電、携帯の充電も無料でできます。で、昼はカフェですので、午前中の11時半から、夕方の5時半まではカフェタイムで無線 LAN と携帯の充電もできますので、ぜひお寄りください。そして、夜のタイムは夜8時からですね11時、まあ、12時ぐらいまではバータイムになっておりまして、で、飲み物はですね、ワインとか、まあ、ビールとか、珍しいといえばイギリス製のですね生ビールサーバーの、このバスっていうなんか銘柄らしいんですけど、延岡日向県北ではここだけしか置いてないっていうイギリスの生ビールサーバーの生ビールがあります。で、大体この店はですねオーナーがやっぱりアウトドアが好きでですね、で、ちょうど見えますでしょうか、ちょっと左上にですねこのあるこれカヤックなんですよ、木製のですね。カヤック長さはですね4メーターぐらいあります。で、木製カヤック、これ手作りでされた方に、借りてここには展示してるんですけど、結構な値段は結構なものなんですよね。ものもいいやつらしいです。で、やっぱり素人にはなかなか乗るのは簡単ではないですよね、カヤックとか。で、ここはずっとこういう風に行きまして、ここはカウンターになりますね。で、このカウンターは厚みが約10センチぐらいの木のカウンターになっておりますけど、これがもみの木っていう木らしいです。もみの木って言いますとクリスマスの時にディスプレイする木がもみの木なんですけど、聖木って言われますけど、それが直径1メーター50、60ぐらいになったやつ。
円になってます。ですからゆっくりここで休憩されてですね、あとはまあ、iPad2、まあ、iPad とか、あとはプレイス子供のプレイステーションですね、で、Nintendo DS、3DS とかそういうのも Wi-Fi 接続できますので、まあ、対戦ゲームとかそういうのも光ですので結構早くできると思います。この間ちょっと測ったですね、18メガぐらいスピードはゆっくり出てましたので、まあ、いろいろ楽しんでもらうといいんじゃないかなと思います。ちょうど、トライアルからちょうど西に1分歩いたらですね、ラーメン屋さんの辛麺屋の増本っていうラーメン屋さんがあるんですけど、ちょうどそこの正面にビルがありまして、安西ビルって4階建て5階建てのビルがありまして、1階にコカ・コーラの自動販売機があります。そこの通路をまっすぐ行っていただけると、そこがまあ隠れ家ショップ捕まえてっていうのの、まあ、古着ストリートになりますので、そこをまっすぐ行ったら中央付近にですねカフェブラスコっていうのがあります。でここは古着屋で言いますと、ちょうど5軒目の古着屋になります。このうちのこの通路のですね、この5軒目の古着屋になりますの で、 で、まあ、カフェも併設しているので、買い物がてらちょっと休憩するとかですね、あとは、トライアルに来た場合にですね、トライアルで買い物してちょっと休憩するっていうのにもなかなかいい感じだと思います。今ちょっと隣の、アナザフラッグの店長がここ出てちょっと引っ込んできてましたけど、でみんないろんな人が来て、ここで休憩をしてですね、また隣で買い物をするって、そういったスペースになっておりますので、ぜひ皆さんまたよろしかったらここに行ってください。ちょっとこのメニューをですねちょっとアップしてみましょうか。スイーツセットでございますね。そうちょっといきなりだったんで、いきなりズームアップしましたけれども、まあこんな感じでスイーツセットが600円になってますね。スイートポテト、バニラのアイスクリーム添えで、コーヒー、それのプラスコーヒーかカフェラテにするかっていうやつで、600円のコーヒーセットがあります。で夜はホットドッグとかミックスピザとかシーザーサラダとかですね、まあ、ソーセージ盛り合わせとかそんな感じでやっております。で、まあ、これから慣れていったら少しずつメニューを増やしていってですね、充実してくれると思うんですけどね。はい、ちょっとウェブカメラなのでちょっとスムーズにズームがいきませんので、こんな感じ で結構皆さんですね、オープンしてからたくさんの方が来られてですね、オーナーはだいたい高橋くんと言いまして、三里町南郷村の三角出身なんですけれども、そこでいろいろアウトドアのですね、ヤマメを釣ったりとか、普段ではできないようなことを結構アウトドアでも詳しくやっておりますので、ぜひここに遊びに来られてですね、ゆっくりされてそれと助かりますね。で私どもも結構ここは最近の遊び場所になっておりますので、ぜひ皆さんもまた遊びに出てきてください。でカフェブラスコっていう最近オープンした、古着&カフェバーですね、そこからちょっと中継してみました。ということで終わります。ありがとうございました。